親睦会のお知らせ。作らなきゃいけないんだ。じゃあな。見つかったか。掲示板だ。俺たち火星人は心だけで生き、喋りたい時は何かに取り付いて体にする。だから俺たちはみんな飲み屋で美容室の建物に乗り移った。それなのになぜか俺だけ建物ではなく掲示板に取り付いている。なんでだろうな。俺も覚えてない。俺の右横の方に不思議なもんがあるだろう。バケツを積んだ三角形の防火用水。この町はできて50年近く経つ。一度も大きな火事を出したことはない。だけど大きな地震があって防災のために何かしようとする地震。俺たち火星人仲間の知恵じゃない。地球の連中によってこの町の地球人たちみんな不思議な形してんだよ。街にいくつか置かれてる。置かれてる場所を一つ一つ地図に書き込んでみな。そうするとわかるから。ある大陸のジャングルに作られたピラミッドと同じ隊列で並んでる。あれは実は宇宙からやってくる UFO、 宇宙人たちの乗り物のための目印だ。それが街にあるんだ。めぐみって店には寄ったか。時々空に向かって息を吹きかけるんだ。あれは侵略目的で来る UFO を吹き飛ばしてんだ。変なやつは寄せつけない。そうやってずっと街を守ってる。おかげで今じゃこの街は他の星の宇宙人にとっても働きやすくて暮らしやすい場所になった。地球人は地球人でこの街を守ろうと頑張った。俺たち宇宙人も宇宙の敵から守ろうと頑張った。その努力の結果だ。その評判を聞きつけて働きたい奴らが来るんだよ。宇宙の彼方から。防火用水はそのための目印。 UFO を呼ぶピラミッドだ。それにしても本当に宇宙人が増えたな。どこでもいい、店に入ってみな。2軒に1軒はママだったりマスターだったり女の子だったり地球人じゃないやつらが働いてるよ。その辺のことはムサミが詳しいんだ。興味があったら寄ってみて。11月頑張ってください。おっと、それじゃ俺は一旦潜る。掲示板だからな。親睦会のお知らせ作らなきゃいけないんだ。じゃあな。
あら、イルミネーション、イルミネーション人間。イルミネーター。イルミネーター。人間のことを。人間いる。